こんにちは。ということで皆さん、こちらのおもちゃは知っていますか？こちら、黒ひげ危機一発です。黒ひげをセットして、くるくる回します。そしたら、穴の開いた場所に剣を刺していきます。刺した時に、黒ひげが飛び出したら負けですね。今日は、これの中身がどうなってるのか、見ていきましょう。次回はニーの時と同様、重要な部分を生放送しながら作りました。だいたい40分くらいで、サクッと完成。外側の見た目はこんな感じですね。中を見てみましょう。中には、こんな部品が入っています。さらにこの中を覗くと、こうなっています。シンプルな作りで、バネと、それに繋がれた円柱、そしてトリガーとなる部分ですね。バネにより、円柱は常に上に持ち上げられようとしています。黒ひげを置いて円柱を押し込みます。そうすると、円柱の下の部分が、トリガーの爪にうまく引っかかります。これで、バネの力で円柱を持ち上げることができなくなりました。もうお分かりかと思いますが、剣でトリガーの部分を押すと、円柱が上に持ち上がり、黒ひげが飛び出てきます。つまり、このトリガーの場所を、くるくる回してどこにあるか、わからないようにしてるってことですね。剣でトリガーを押すと、飛びます。飛びます。上から見ると、内部の部品がくるくる回ることを確認できます。黒ひげくんの足に開きがあるので、ここが出っ張りに引っかかって回ります。ということで中身を確認してみましょう。トリガーの部分は、金属の薄い板でビヨンビヨンします。うまく作ることができました。